おい、ファーストストライクとクラーケンスレアのやつがどっちが強いか知りたくてクラーケンスレアのやつやっていきたいと思います。ストライク開始。やっぱマナブーツかな。まあファーストストライクのダメージ上昇なんて変わんねえもんな。変わんねえことはねえけど。開始。まず一発当てていく。プレートもらっちゃうよー。やった時にそんなになんかな、ウルトラダメージ上がってんなって気しなかったんだよな。マナブーツエグくね。これは俺が作った動き。強いんじゃね、なんかウルト強くね。エズのウルトこんな強かったっけ。ダッシュ吐かないな今の。いや、あの食うかなと思ってカルマが食わなかった。こいつ優しい男だ。まあ俺が優しくて2個残してあげたみたいなとこもあるけどね。なんかさ、全体的にダメージ上がった、序盤の。気のせいか。なんか強くね、ウルト。何も変わってねえよな。こんなもんやったっけ。トレーナーさん、スキンのせいで強く見えるのかも。そうなんかな。東大さん、ブレインが前の調整でめっちゃ柔らかくなったからな気がします。あ、ベインが柔らかいだけって話。でもマジで柔らかくなったよな、体感するもん普通に。このビルドだけで負けんのマジちょっとムカつくわ。ベインって感じ。え、やってない。なんか強いな。シンプルに死ぬやん。味方が倒されました。
避けるかなと思った。こんなに特別なもの終わってほしくない。敵を倒しました。やばい、痛い。痛ー、なんで？え、なんで俺今死んだの？あ、うわー、トゥイッチの赤バフ俺に入ってるやつー。ミッドレーンのタワーが攻撃されています。トゥイッチの赤バフやつー。味方チームがリフトヘラルドを倒しました。俺に任せて。おもろすぎこのゲーム。トップレーンのタワーが攻撃されています。このままに倒されない。危険。前バフ入った時、ああ、どうせ強くないよそれあんまり。どうせあんま強くねえんだろうなと思ってやってねえや。一回やった気がする。だいぶ前でしょそれ。あのエッセンスリーバーが結構ダメージどっこいしょみたいな時でしょ。最初のタワーが破壊されました。バルカンさん、こんばんはです。こんばんは。本杉さん、わらわら信じてあなたでぜひいたら毎回やってたのに。なんか結局みたいな。結局ダメージクリティカル積んでも変わんねえじゃねえかよいっぱいよみたいな言った気がする。トップレーンのタワーが攻撃されている。ボットレーンのタワーが攻撃されている。大隊さん、一撃に思った方も上位で、マナムネイセンス優位ってたらしいですよ。あ、そうな。流行ってたんだ。流行ったならいいよ、俺が先駆けってことで。よろしくな。だからあんま変わんないよねダメージ。いやマジ無限マナ良すぎる。マナブーツと相性良すぎる。マジでマナブーツダイナミズムブーツなんだよな結局。埋まるところ、あのブーツ2強です。うん、待って間違えた。え、なんかアイボン生かされてる。だる。アイボン、まあ、アイボンでダメージ出るかやってみるか。アイボンのダメージ大したことねえもんなマジで。誰にも邪魔はさせない。おや、マナモリさん、マナブーツが空うると強いのかな。ブートアップ参照してたよね。いや、そうなんですよね。なんかね、なんか強いんだよな。よしよ、敵を倒しました。え、強っ、これ味方が倒されました。ユーミちゃーん、ユーミちゃーん、ユーミちゃん、一人だと何もできないね。かわいいね。やっぱ一人でエミぶっ殺すときは一番楽しい。このゲーム異論は認めない。それ以上に面白いことなんてない。それとね、AP レートもあるよ、一応。逆になんか その辺しかない。W とウルトにしかない、こいつって。なんか Q がね、どんだけ、俺ね、多分書いてあること、ミスティックショットのこれ書いてあること嘘だよ。120% もない、絶対。あ、30、あ、一応あんのか、AP レートも。結構減るな。一応全部あんのか AP レート。あ、なんだちょっとちゃうやん。敵を倒しました。シャットダウン。コサイン、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 
ージを倒しました。なんか上がってるわ、なんか本家と違うやん。ビタミン E3、飛びつく先を片付けて残った人にうろたえてるように。何でもやれる気がする。どこ行った？トレーナーさん、インゲームガンタレットへと来る。ああ、それも気持ちいいね。イレリアのやつ、懐かしい。いやでも一人のユミをぶっ殺す時でしょ。なんか今までの恨みもあるから。恨み大。俺絶対俺が欲しいけどね。絶対俺のものだと思って戦ってるよ。ダメージ高っ。敵のチャンピオンから対応。俺のダメージ高すぎてクソじゃん。敵を倒しました。足早いな。いやね、それはね、ピン煽りされてるやつはもうピン煽りされてる時点でもうマイナスだから、ちょっとプラスまで持っていきにくいな。まあ、弓もマイナスか、それで言ったら。敵のタワーを破壊しました。高ーい。うん、関係ねえわ。まあ、死んだわ。なんか、マナブツだな。なんか、痛そう、敵。なんかな、何なんだろうな。やべ、外した。もう一回ちょっともう一発誰かに当てたいな。でもこれ今回トリニティフォースなんだよな。なんかチャラくせえこれ。なんかどうせなら AP 行く。こっからドゥンラバでスキャット行くか。ドゥンラバ行こうぜ。ドゥンラバ当ててみよう。ベインじゃないやつに当ててみるか。こいつとかよくね。どんぐらい削れるかな。外したわ。そう、今ファーストストライクは前やったからこんなもんかなってダメージかな。俺が強すぎる。俺が強すぎるだけだ。心眼、ここ。ビタミン E3、調子良さそう。なんか、エズ強くなったな。なんかダメージ行算出るわ。ネムネムカットさん、征服者で良さそう。でもね、征服者もね、諸説なんだよな。理由は分からないが、何でもやれる気がする。トレーナーさん、心眼、見て。金眼、よし、全員外し、全員外し、オッケー。ダメージ、ここ誰の何のダメージが出たんだ今。俺なのか、やはり俺なのか、これ。まあね、確かに。あ、やった。アップグレードしてもらった。
心眼、心眼オン、ドーン。おお、いや出るな。これ積んでみよう。でも出るよね。すげえ出るんだよな。マジ？俺じゃねえの？カラマのビルド見てなかった。うん、タンクです。出るよね。いや出るんだよな。いやこれやばくね？今の削れ方 W の。すげえ出るんだよな。いやもうしょうがないや、ブリンクもなんか俺イグズ入っちゃった今のやつに。当たらんなスキル。ビッキおらんね。あ、ミスった。ミスった、ラッシュ引っかかっちゃった。あー、普通にいてか、進むか。なんかエース遅いなと思ったら AP トゥイッチか。さっきから遅いよな。待ってね。グンダバ。グンダバッバッバッバ。お、あ、チャンネル登録ありがとうございます。綺麗に誰にも当たらない。おいおーめちゃーん、あーよめちゃーん、よーめちゃむー、よーめちゃむー、俺のダメージがすんごい。エルディニオスホワイトドラゴンを召喚。俺のターンドロー。敵を倒しました。シャットダウン。なんか壁抜けできてないんだけど。壁抜けでき、うお。お。ミスキ割れた時のダメージ。これマナブーツだわ多分。マナブーツが強い。ファーストストライクでも何でもないわ。俺の評判って最悪らしいな。まあ自分が招いた結果なら自分で挽回する。ミスキー爆発のダメージやば。これすごいな。俺あんなにスキル外しまくって俺勝ったもんな。もうちょい当たっとったら余裕で勝てたで。これご視聴ありがとうございました。マナブーツが結論最強ということに気づきました。高評価、チャンネル登録、高評価よろしくお願いします。